池谷ブラボー、バッタモン山下です。小林ひろきです。バッタモン甲斐です。鶴山ついです。お願いします。今日の注目アニメはこちらですね。バンドリセカンドシーズンの4話でございます。バンドリ、バンドリ、あの女の子たちが、うん、まあ、バンドをやるっていう話です、ざっくり言うと、うん、で、一応一期が昔ありまして、そこでなんかそのポッピンパーティーっていう主人公のバンドが結成してライブをするよってところまで話がやったんですけども、うん、今回は、今回セカンドシーズンではそこからまあちょっと時間が経ちまして、みんなが進級したよ、1年生の人は2年になったし、中学3年だった子は高校に入ってきたよみたいな、いろいろな人間関係の移り変わりがあって、で新しいライブハウスができました。でそこでバンドを、ライブやってくれるバンドを募集してますっつって、主人公のバンドとかその友達の仲いいのバンドたちがみんな出て、最後にポッピンパーティーのメイン の, あのボーカルで、ボーカル兼ギターである、あのーあれだ、あいみさんのが声をやってる子が、あー、声優の名前なんだこれ、あー、教えてくれ、誰か基本データを教えてくれ、誰か公式サイトのキャラクターページを、あの子ですね、かすみちゃんっていう女の子やけど、はい、かすみちゃんが、あの、そのロゼギアっていうライブバンドがいて、ロゼギアさんが、はい、あの、その最後のバンドの挨拶、最後の挨拶の時に、ロゼギアが、あの、単独ライブをやります、うん、ロゼギア主体ライブをやりますと、うん、目がない。単独で主催ライブをやりますって発表したのに、あれね、触発されて、ポッピンパーティーも主催ライブをやりますって軽々しく言っちゃって、ええー、ってなったところで1話が終わったんですけど、その後2話でそのロゼリアの主催ライブにポッピンパーティーをゲストで出してもらって、で、ロゼリア実際単独ライブやったの、主催ライブやったけどこんなに主催って大変なんだ、いろいろ考えなきゃいけないこともあるし、ロゼリアって結構実力派のバンドなんですよ、うん、実力派のバンドだからこそちゃんと集まってきてくれるその出演者とか、うん、ね、このいろいろ協力してくれる人もいるし、お客さんも来てくれる、ポッピンパーティーみたいな、なんだろう、まだ新進気鋭のバンドが果たして主催ライブができるんだろうかってすげえ悩んでしまった、うん、っていうのが、3話の話。なるほど。で3話ですげえ悩んだんだけど、まあでもとにかく自分ポッピンパーティーらしいライブをやるしかないんじゃないかっつって、まあ、ちょっと吹っ切れたっていうところまで前回話が進んでるんですね、うん、4話で、みんながそのポッピンパーティーの、メンバー5人は同じ高校に通ってるんですけど、その昼休みに、あでもない、こうでもないっつって、どうやって主催をやればいいんだよって、うん、悩んでたら、その同じ高校に通ってる鶴巻心ちゃんっていう、あのハローハッピーワールドっていうバンド の, あのメインのボーカリストの女の子がいて、その子が急に窓から飛び降りてきて、何や、何の話してんのって、うん、シュパパパパッと飛び降りてくるね、うんうん、で何やってんのって言われたら、あのあれなんですよって、この前言った主催ライブの話で、なんかケンケンガクガクしてんですよ、みんな悩んじゃってるんですよって言ったら、ハローハッピーワールドっていうのは、世界を笑顔にするっていうのが、あの、なんだろうね、趣旨のバンドなんですよ。鶴巻心さんの人生のモットーが、世界をハッピーにする、世界を笑顔にするっていうのが、人生の理念なわけですね。うん、だから、こんなになんか笑顔じゃないのに、主催ライブなんかできるわけないから、私も協力してあげるよっていろいろ考えてあげるわけですね。うん、で、それで、ハローハッピーワールドの面々が集まって、どうしたらポッピンパーティーが主催ライブをやるのに協力できるんだろうかって会議をするわけですね。いいやつらだ。で、じゃあハローハッピーワールドで一丁ライブをやって、ポッピンパーティーに、まあ、元気を与えて、それでポッピンパーティーがそれを見て元気になってくれればいいやっていう、なんか、うん、すごいな、話になるわけです。あのハローハッピーワールドっていうのは結構みんなパッションで動いてる人たちばっかだから、基本的にはあのその場のノリとか勢いだけで動いちゃうんだけども、それであの奥沢美咲さんっていう女の子が一人いまして、その子だけがすごい真面目で、うん、あの この状態はどうすればいいんだって悩んでるわけですけども、大体ハローハッピーワールドっていうのはメインの3人がわちゃ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 言ったところに対して、美咲さんが頑張ってそれを実現するっていう、なんだろう、最悪じゃん、うん、すごい顔になりますよ、深井さん、うん、何もしないでしょ、わちゃわちゃ言うだけ、わちゃわちゃ言ってるやつを引っ張るやつがいると、引っ張ってるか、なんとか落とし込む、うん、現実的なところまで落とし込む、うん、っていうのがなんか大体なんか流れなわけなんですけども、それでまあとにかくライブやりましょう、うん、でハローハッピーワールドを招待しましょうっつって、うん、でこっからなんですけども、カオルさんっていうなんか超イケメン女子みたいな女の子にキャーキャー言われてる女の子がいて、うん、その子がじゃあ私に任せてくれっつって、ポッピンパーティーのメンバーにライブをやることを告知してくるよと。ほう。で、急にポッピンパーティーの元にキャッツアイのカードみたいなやつがシュパッとね、届くわけですね。うんうん。うん、道歩いてるとカツンとさ、うん、
ライブをやります、今宵あなたを迎えに行きますって書いてあった。もう激コアですけど、それを見たポッピンパーティーのメンバーが審査のところに集まってみたら豪華客船があって、うん、あ豪華客船があるって言ったら、これが鶴巻心さんの個人的に所有している豪華客船なんですけど、遊戯王とかカイジの鉄拳、ねね、戦いの前の日に、で豪華客船入ってみたら誰もいないよね。マジかデスゲームかな。知らねえやつ、一人うちらしかいないのかなと思ったら、急にハローハッピーワールドのライブが始まりまして、でもなんかその豪華客船上全てを使った演出がなんかもうなんだろうね、豪華客船全てを使って一曲を丸々演奏するっていうすげえね演出のライブが始まる。金持ちの遊びだ、船を使った演奏、金持ちの遊び、寝室に行ってみたら誰かが弾いてるとか、はい、そのパーティー会場に行ってみたらそのポッピンパーティーが武道館に行ったよっていう手の影が始まって、そっからマーティンのピックがピン飛んできてサクッと刺さるみたいな演奏するわけですよ。すごいな、これはもう、うん、見せつけられてるだけで、すごいアニメみたいよね。アニメだよ、うん、アニメだったね。でバーンって1曲終わって、うわすげえっつって、うん、これはすげえなと思ったら2曲目をやりますって言い出して、でポッピンパーティーの面々がそのライブの相談をしてる時に、あのかすみさんっていう子が空を飛びたいな、かすみさんってのは頭悪い子だから、うん、空を飛ぶ演出をやりたいな、みんなで空を飛んだら楽しいよねっつって、うんうん、空を飛ぶってもライブ中に空を飛ぶってどうやるんだよってみんなで悩んでたんですよ。ああみんなおのおのの空飛ぶ日になるって言ったら、その心さんが空を飛びたいって言ってるから空を飛んでみ、うん、見せればいいんじゃないかと、うん、急にその空を見上げたら、その空、船から外に出て、うん、デッキで空を飛びを見上げてみたら、うん、でかいクマが空を飛んでる、うん、うん、あのハローハッピーワールドのメンバーの中に一人だけあのクマのぬいぐるみ、ミシェルっていうぬいぐるみがいて、そのぬいぐるみが DJ をやってるのがハローハッピーワールドっていうバンドなんですけども、うん、そのでっかいクマの形をして気球が空を飛んでて、その気球のゴンドラの中でみんなが楽器を弾いてるのね、うん、ハローハッピーワールドの、うん、で、ああなるほどねって空を飛ぶってのはこういうことなんだ、なるほどね、なるほどね、プリンセス天候のショー見てるみたいな、どんな規模でライブやんねん、ライブハウスだろ、所詮空を飛んぶってそういうことなんだって、ミッシェルってそのミッシェルの中にさっきのミサキさんっていうそのまとめ役の女の子が入ってるんだけど、僕はなるほどね、そういうことか、こりゃ一本取られたなって思ってたら、聞き分けが良すぎるよな思ってたら、あの鶴巻家の黒服の方々がいまして、うん、心さんが何かやりたいって時に何でもやってくれる、うん、あのバッティングセンターで野球やりたいなって言ったら一日でバッティングセンターを用意してくれるね、庭に、うん、っていう黒服の方々がいるんだけど、その黒服の方々が、あ、ミサキさんちょっとあのこれを背負ってくださいっつって、急にパラシュートみたいなのを背負わせて、うん、え、どういうことって言ったら、いや、まだ空飛んでないじゃないですか、ちゃんと、うん、だから飛んでもらう、飛んでくださいっつって、うん、着ぐるみのまま空飛ばせようっつって、うん、嫌だよって言ったら、鶴巻さんが先にピャン飛んじゃって、鶴巻さん、あのパラシュートつけてないの大丈夫ですかっつっていや、大丈夫じゃないでしょっつって、三崎さんも追いかけて飛んでいくわけですよ、はいはい、うんうん、で、心になんとか追いついて、そうだ、なんとかして、とりあえず追いついたからパラシュート開かないとって言ったら、パラシュートの紐がついてないと、これはやばいなって、このままだと市場に落ちてしまう、うん、なった時に急に黒服から通信が入ってきまして、あの美咲さん、実はこのミッシェルのぬいぐるみには改造をしておりまして、ミッシェルスーパーフライトモードに変形ができるんですよ。ヤマピーの見た夢の話じゃない？ハッピーフライトモードが搭載されてるんです。ハッピーフライト、ハッピーフライト、うん、なので今から上上下下左右左右 BA というコマンドを入力してくださいと、うん、やっぱり同人誌の話バンドやらねえなそうだね、そうだな、俺も途中からずっと思ってるツイッターの話してんのかと思ったら、ちゃんと演奏してんすな、演奏してんの、ファントムシーフっていう曲があって、その曲を演奏しながらやって、その話をずっとすごいしてねえだろうねどういうことだよ。だから鶴巻さんはボーカルだけだし、ミッシェルは DJ だからライブ中にあんまやることないの流してんだな、うん、他のメンバーがちゃんとあのやってるから、ね、演奏してるから、他のメンバーが演奏してるのね、気球の上で演奏してるから、他のメンバーがまだ演奏してるのね。で、美咲さんどうしようっつって左右左右言ってたんだけど、あ、左右左右ってやったんだけど、いや、ビート A なんかどうやんだよっつってなんか怒っちゃうわけですね。そしたら鶴巻さんが、あ、ミッシェル笑顔じゃないわねって言い出して、ミッシェルそんな顔してるとハッピーが逃げちゃうよってわけわかんないこと言う、そっちも怒るわ言い出して、美咲さんが、まあ、心にはかなわねえなっていきなり物分かりのいいことを言いましてもうそうそう地面じゃないみたいな、よし、じゃあもう一丁頑張って入力するかって、左右左右上上下下ってやった後に BA っていうボタンがコックピットになぜか表示されて、それをバーンと叩いたら急に
ジェット噴射、その背中に背負ったパラシュートだと思ったやつがジェット噴射に変形しまして、それで鶴巻心さんを変えて空を飛ぶことに成功するわけですよ。で、それでその、ね、港に花火がバーンと打ち上がる中、美咲さんがスモークでスマイルっていう文字を書いて、曲が終了する。はぁ。で、船の上にパンと降り立って、ハローハッピーワールドが、わ、すごいねっつって、すごかったわ。何でもできるんだね。いろいろ考えたけど、ね。ポッピンパーティー。そう、ポッピンパーティーの面々が、うん、何でもできるんだっつって、うん。うん。いろいろ悩んだけど、私らしく何でもやってやればいいんだ。うん。元気が出たよ。うん。で、まあその中にポッピンパーティーの中にツッコミ役にアイサっていう子がいるんだけど、アイサがいやさすがにこんな規模のライブはできないでしょうっつって、うん、ちゃんと正してくれるんですけども。うん、で終わり今回の話。おお。夢じゃなかった。夢落ちであったしかった。夢なのか。ヤマピーの。ヤマピーの。これがね。の方がいいの。現実なんですよ。あれよこれ。朝だってなってないわ。ああ、もったこ。ね、バンドリーセカンドシーズンは割とちゃんと真面目に、うん、バンドの現実の話をやったんだけども、うん、なぜか今回急にふざけてきて。そうね、超逆。あのバンドリーガルパピコっていうのをその去年までやったんですけど、うん、これが始まるまで、うんうんはい、なぜかハローハッピーワールド会だけふざけてるっていう評判で。なるほど。あのハローハッピーワールドが雪山に登山に行ったら、うん、あのみんなあの吹雪に巻き込まれちゃってみんなで凍ったコロッケを頑張ってむしゃむしゃ食うって話があるんですけど、バンドやれよずっと、うん、ずっとそんな感じのノリなんですハローハッピーワールドだけ、ね、そういう立ち位置別ジャンルなんだよ。じゃあ別ジャンルジャンルが違う。そうまあ金持ってりゃ何でもできるっていう結局ね。いやだね富裕層っていう、まあでも、ね、貧困層はちゃんと広めていきましょう。楽しいからぜひあの見てみてください。次回はあのあれね、次回はね事務所に所属してるんだけども事務所の方々が無能すぎて全然使えないっていう悲しいバンドの話メイン会なので、ね、そっちみたいリアリティのある方がね、うん、共感できる、うん、グッと肩入れてみてよ。じゃあエアバンドとしてデビューしたんだけどもエアバンドっていうことを隠したまま、うんね、あのデビューしちゃったおかげで機材トラブルで音が出なかった時におめえら嫌じゃねえかって観客にし看護投げられるっていう話なんですけど、そういう経緯でデビューしたバンドが次回のメイン担当会なので TM ネットワークTM ネットワークではないじゃない、ね、昔はねギター弾いてなかったのおなじみ言ってたのにね、うん、そう、それであのねあのメインの千里さんって女の子はねこっそりと自分だけ芸歴があるからそのバンドからやんわり脱げようとするけども結局無理だったってね。あこれいこっちはそっちの話なのみたいな、うん、そういうバンドが次回やっぱり現事務所の無能さに苦労するって話を次回やるっぽいですので、なるほど、よかったら見てください。なるほど。以上です。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。